Yeah.
理無理何も見えない、たぶん何も見えないよ。そう、何も見えないよ。あの輪立ちあんなると思わない。アドさんにオーバー走ってんだよ。もうちょっとちゃんと走んないとあれ分かんないんじゃないの。さすが走れない、怖くて走れない。この輪立ちを使うかどうかだね。参考の方も結構難しかった。参考の俺今の方が走りやすいな。佐藤さんは昔もっと破滅と紙一重みたいな走り方だったけど、ひどい、随分安定した走りだった。山口さんやる気なくなっちゃってる。誰取ろうか。